こんにちは、サビトです。今回は視聴者の皆さんからたくさんのプレゼントが届いたので、そちらを開封していこうと思う。しかし、でかい箱だな。何が入ってるんだ？よし、早速開けていこう。まずはこの一番小さな箱のものから開封していくか。これ、どこから開けるんだ？これか。よし、ようやく開いた。これはペンライトのようなものか。日本のオタクと呼ばれる者たちがこのようにして振っている姿を見かけたことがあるが、そういうものなのだろうか。それからこれはトマト柄の布のようなものと、これはもしや、やはり大好物のコンビーフ、それも8年分だ。何かおめでたいことがあった時にいただくとしよう。そしてこのトマト柄の布だが、どうやら布巾のようだ。トマトの柄を選ぶとはなかなかいいセンスをしてるじゃないか。次はこの紙袋に入ってるやつだな。まずはお手紙と、さらに大きな紙袋ももう一つ。この包まれた方は松坂牛だろうか。そしてもう一つ、プチプチにくるまれた何か。早速開けてみよう。どうやらトマトジュースのようだ。先ほどの布巾といい、俺がトマト好きだという情報がどこからか漏れているらしいな。しかし、かつてこれほどまで嬉しい情報漏洩があっただろうか。後で美味しくいただくとしよう。このハート型のクッション材もなかなか可愛いじゃないか。しかも青と緑のチャンネルカラーだ。そしてこの紙袋の中身はどうやら洋服のようだ。ライトグレーのポロシャツに英語のロゴがプリントされたオーバーサイズのカットソーのようだな。基本的に着物しか着たことがないが、どうだ、似合っているだろうか。そして最後がこの一番大きな段ボールに入ったこいつだな。よく見たらこのヤマトとかいう配送業者、俺の袴と同じ配色してるな。どうでもいいが、さてまずはお手紙と赤い紙袋と白い紙袋が1枚ずつ。中身を入れ忘れたのだろうか。それからこれは「カイ君」と書かれた手紙に謎の黒い箱。カイ君？どうやら別の人宛てのプレゼントが届いてしまったようだ。ありがたくいただくとしよう。そして何やらでかい箱と、モンジュ君と書かれた手紙。これも俺宛てじゃないみたいだが、いただくとしよう。カインジュ、カイ君、モンジュという人宛てに1通ずつの手紙。どれも俺宛てのものではないようだが、後でじっくり読ませてもらおうとするか。他人のプレゼントを開封するのは気が引けるが、モンジュとかいうやつ宛てのものならなんとなく大丈夫のような気がするので、こっちを開けていくとしよう。しかし、高級な紙をふんだんに使った梱包とはなんて贅沢なんだ。さて中身はなんだ？どうやら酒のようだか。これはハッピーバースデーモンジュと書かれた内裏のウイスキーだ。なんておつなことを。しかし他人のプレゼントであるが、まるで自分のことのように嬉しいのはなぜだろうか。しかもよく見たらジャック・ダニエルではないか。飲みたいがもったいなくて飲めないパターンのやつだな。くそ、ありがたくいただこう。プレゼントはこんなところだろうか。先ほど開けた箱の中に何か入っているな。これは小さい頃のルイ・ロクロ・エンム・カマヌエ。どうやら下弦の鬼のイラストのようだ。同封されていた手紙によると、小学5年生の男の子が下弦の鬼の動画が好きで描いてくれたとのことだ。きっと一生懸命描いてくれたんだろうな。俺はいないが、これも部屋に飾っておくとしよう。ということで皆様、この度はたくさんのプレゼントをいただき、本当にありがとうございます。今後も皆さんに楽しんでいただけるような動画を頑張って作っていきますので、応援の方よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。